ゾムは、組み立て玩具の一種である。アメリカのゾムツール社が開発、製造、販売を行っている。日本では、会社名と同じゾムツールの名前で呼ばれることが多い。ゾムの濃度とストラットゾムは、濃度と呼ばれる、直径約1 8ト、mm、ルの ABS 樹脂製のボールに、数種類のサイズ、形状を持ったストラットを突き刺して、立体物を構築する。 濃度は半生多面体の一種である斜方二重、十二面体を元にしており、本来は正方形の部分が長方形になっている。また、正三角形、長方形、正五角形の形をした合計62個の穴があり、ここに各色のストラットを差し込む。差し込むストラットの色は穴の形によって決まっておりの各色が存在する。各色のストラットには、 数種類の長さがあり、各色ごとに、それぞれの長さの比は、黄金比になっている。平面図形としては6種類の正多角形、立体的には5種類すべての正多面体、大部分の半正多面体や純正多面体、およびその相対図形を構築することが可能である。また、DNA モデル、切れいただき二重面体、カーボンナノチューブ、様々ままなドーム形状、 ゾムの濃度自身などが構築可能である。また、四次元超立体である六種類の生多方体の三次元、投影図も構築できる。ありがとうございます。